2018年より開催された b t s r m シュガジン j h o p e z i v ユングクークのワールドツアー BTS ワールドツアーラブユアセルフの韓国ソウル開幕公演をはじめ北米ヨーロッパを回った大規模ツアーに密着したドキュメンタリーブリングザソウルド o シリーズの第1回がレミノで配信された同作は ワールドツアーの舞台裏めメンバーそれぞれへの独占インタビューなどが収められ、世界に注目される重圧と責任を抱えながらも、懸命に舞台に挑む彼らの姿を映し出したドキュメンタリーシリーズ。第1回は初のスタジアム公演に臨んだソウル初日公演に密着し、多くのプレッシャーに直面したメンバーたちの本音が語られた。以下、ネタバレ含みます。写真。 キャップを被る姿も美しい BTS の顔天才 V。初のスタジアム公演に向け、リハーサルを重ねるメンバーたち。2018年8月から2019年4月にかけ、全世界24都市62回公演で約206万人を動員した大規模ツアー BTS ワールドツアー Love Yourself。当時の彼らにとって初めてだったスタジアム公演を控える中、 日夜練習に取り組むメンバーたちの姿があった。マイクを通して聞こえる、メンバーたちの息遣いの荒さからは、尋常じゃないエネルギーを使って準備しているのだなと、そのハードさが改めて感じさせられる印象的なシーンだ。第1話の冒頭ではそうは見えないかもしれませんが、とても緊張している。公演の前は、体力がとても心配になる、RM、と不安な表情を浮かべ時差がとても不安。 自分はもともと寝つきが良い方でもないので、シュガーと、それぞれがワールドツアーに対する、ネガティブな気持ちを素直にとろした。そうは言っても、これまで数々の苦難を一緒に乗り越え、輝き続けてきた彼らは、韓国、ソウルにあるオリンピック競技場でのパフォーマンスを楽しみにしていた。ここで公演ができることは、とっても誇らしいことじゃないですか。大きなことじゃないですか。 誰でも経験できることではないですし、より多くの人が関心を持ってくれて、僕らを知ってくれた証ですと、確かな手応えと自信を表現する自民の言葉からもこの公演にかけた思いがひしひしと伝わってくる。資料を見ながらステージ上での動作を丁寧に確認し合うメンバーたちは、実際にパフォーマンスを行うスタジアムに設置された舞台でリハーサルを実施。思うようにリハーサルができず、 悔しい表情を浮かべる自民やユング・クークの姿も映し出される一方で、僕らはできることをするだけです。と宣言する RM を筆頭に集中しよう、できる。などお互いをこぶし合い、メンバーたちはスタジアムのステージへ立っていく。ユング・クーク、世間からの期待度は今と昔で全然違う。遡ること7年前の2017年といえば、 BTS が世界的に大ブレイクした年だ。もちろんそれ以前からも彼らの活躍ぶりは海を渡り、世界に広がっていたことは間違いないのだが、この年は彼らにとってもアーミー、BTS ファンの故障、にとっても忘れられない一年だっただろう。その中でも、2017ビルボードミュージックアワードでは、ファン投票により決まる、トップソーシャルアーティスト、 ショーを当時6年連続受賞していたジャスティン・ビーバーを抑えて受賞し、世界中を驚かせる快挙となったことは今でも記憶に残っている。そんな2017年を経て、着々と世界を舞台に飛躍し始めた彼らにとって、2018年のワールドツアーは、プレッシャーと、期待が常に入り混じっていたのだなと、メンバーたちのインタビューから強く伝わってきた。 1> 第1回の終盤ではメンバー最年少のユング・クークが率直な思いを明かした。正直、デビューの時も自分たちを非難する声が多かったけど、それでも受け止めてくれる人も多かった。でも今はそんな人はいません。大衆は目や耳が肥えているし、時代の変化も早いので気が緩むことはできないし、 世間からの期待度は今と昔では全く違うんですと打ち明け音楽だけでなく行動一つ一つまで気をつけないといけませんと自分たちが世間に与える影響力についても話した。劇中では多くのプレッシャーを抱えながらもアーミーたちの声援や歓声に100%の力で応える圧巻のパフォーマンスも映し出され、メンバーたちは初日の公演を無事に終えた。ツアーはまだまだ始まったばかり。第2回以降は北米。 ヨーロッパへと旅立つ彼らの勇姿が見られる。ブリング・ザ・ソウル独シリーズは毎週木曜に1話ずつレミノで配信中。